はい、どうも、大悟です。というわけで、今回はですね、いつものようにスケアクロー飲みながら、浮気に関する心理学の話をしたいと思います。乾杯。というわけでですね、まあ、やっぱり浮気されたいって思う人っていうのはあんまりいないと思うんですけれども、まあ、やっぱり人間ってね、残念ながらやっぱり浮気をしてしまう、生き物、なわけなんですよ。まあ、男性でも女性でも。でも、できればあんまり浮気はね、やっぱりしたくないし、されたくないという方いらっしゃると思うんで、今日はですね、そんな中で、ニューヨーク大学が行ってくれた非常に面白い研究をご紹介したいと思います。2014年、ニューヨーク大学はですね、4万2000人の男女を10年間追跡するっていうとんでもない研究してくれたんですよ。で、これで浮気しやすい人とそうじゃない人の違いっていうのを調べたってちょっと面白い研究なんですね。で、これで分かったのが浮気しやすい人が多い職業、というのが分かりました。で、今日はそんな浮気しやすいですね人が多い職業ランキングトップ5をご紹介したいと思います。まあ、参考にしていただいて自分のねパートナーとかあるいはその自分が好きなタイプの人がその職業に多いなって思ったらちょっと気をつけた方がいいかもしれないというお話です。それでは第5位スポーツ系の仕事をしている人です。アスリートはね性欲強いなんて言いますけども、アスリートはもちろんのこと、最近だとジムのインストラクターとかそういう人たちも、かなりですね浮気率が高かったということがこの研究では判明してるんですよね。やっぱり運動する人ってね、まあなんていうんですかね、まあ性欲旺盛なのかもしれないですね。ということで第5位がスポーツ系の仕事をしている人です。はい。で、続いて第4位上級職です。はい。まあ、企業の社長とか役員とかマネージャークラスより上の人たちは浮気をしやすかったらしいんですよね。まあ、アスリートよりもね、このね、企業の社長の方が浮気しやすいっていうのはやっぱりお金に余裕があるっていうのもあるんでしょうけれども、まあ、やっぱりそういう競争するのが好きな人って、やっぱりね、よりいいものを求めちゃう傾向があるので、恋愛とかでも。まあ、だからやっぱり浮気はしやすいんだろうな、というのがわかるという話ですね。これ面白いのが、大体これを言うと、企業の社長とか上級職って4位なんすかと。気になりますよね。え、じゃあ3位より上はもっとすごいのと。はい。実はですね、もっとすごいんです。3位の仕事は何かというと、ヘルスケア系の仕事ですね。ヘルスケアっていうとなんかちょっと幅が広いんですけど、簡単に言うと医療系の、人です。お医者さんとか看護師さんとかっていうのは、浮気をしやすかった、そうなんですね。まあ、お医者さんとかわかるけど、看護師さんもやっぱり浮気しやすいっていうのは結構意外なんですが、これもですね、実は、ランキングに入ってるわけなんですよ。堂々の3位ですね。まあ、お医者さんは確かにね、結構浮気したりとか、で、あとは多分看護師さんはお医者さんと浮気したりとかするんでしょうね。そういうなんかおそらく職場の中での浮気がしやすい環境にあるんじゃないかということも言えるわけなんですね。はい。で、続いて第2位です。航空系の仕事です。パイロットとかキャビンアテンダントさんとかパーサーとかさんとかそういうですね、いわゆるこう CA さんと、パイロット。で、こういう航空系の仕事っていうのは実は浮気率が結構高かったりとかするわけなんですよ。まあ、よくね、CA さんなんかね、口説くのが好きみたいな、経営者の人がいますけれども、まあ、パートナーがいてもやっぱりそういう権力が高い人とかとね、やっぱり会うことも多いですし、まあ、あとはね、やっぱ教養も高いので、まあ、結構意外なところではあるんですが、まあ、パイロットがね、なんか浮気率が高いのはなんとかわかる気がしますけどね。で、おそらくこれ、環境によるんだと思います。まあ、特に国際線なんかもそうですけど、やっぱり行ってすぐ戻ってくることができないわけだから、奥さんとか子供とか家庭を置いた状態で飛行機で他のところに行って、しばらくそこにいてから帰ってくるみたいな仕事じゃないですか。だからまあ浮気はしやすいんですよね。多分環境としてね。全員がそうだというふうには言われないんですが、ニューヨーク大学の研究によると、どうやら航空系の仕事をしている人は浮気率が高いということなんですね。では第1位ファイナンス系金融系の仕事をしている人でした。はい、銀行員の人とか金融のブローカーとかあとは経済系のアナリストとか、そういう人たちっていうのはどうやら浮気をしやすいわけなんですね。で、これはどちらかっていうと環境っていうよりもその性格、によるものだと思います。もちろん浮気しないね、金融系の人もいると思うんですけども、やっぱりほら上下関係がはっきりしていてお金っていう明確な指標があって権力とかも多分好きな人がやっぱりファイナンス系の仕事には付きやすいですから、そうするとやっぱり浮気率が高い人が集まってくる。そうなんですね。というわけで、浮気をしやすい人たちが多い職業トップ5をお送りしました。いかがだったでしょうか。まあでもやっぱりね、とはいえでも魅力的な仕事が多いですよね。スポーツ系も上級職も、ヘルスケア、まあお医者さんとかもそうだし、パイロットもそうだし、金融とかやってる人もやっぱみんな稼ぎが良くて魅力的な仕事が多いんですよ。じゃあこういう人とそれでも付き合いたいという方はどうすればいいかっていうと、浮気しない人を見抜けばいいんですね。で、この浮気しづらい人を見抜く方法、そしてもし今のパートナーが浮気がちな人だったとしても、浮気癖を直す方法というのは実はね判明してるわけなんですよ。で、そんな浮気癖の直し方、番組の概要欄の方から D ラボでチェックできますね。ぜひ、チェックしてみてください。というわけでですね、今回は浮気をテーマにした心理学をご紹介したいと思います。実はね、浮気の3分の2っていうのはある特定の条件下で起きるんですよ。だから3分の2ですよ。だからまあ6、7割ぐらいの浮気っていうのはとある状況で起きるんだけれども、でもみんなそのことを知らないと。だから、まあ、浮気自分がする可能性も上がっちゃうし、される可能性も上がると。じゃあ浮気ってどこで一番起きるのってことをですね、今日はテーマにして解説したいと思います。
思います。まあ浮気ね、あのされるのが怖いって方とか、ついつい浮気しちゃってね、ちょっとあの怒られるというか損するみたいなことが多い方なんかはですね、今日のお父さん参考になるんじゃないかなというふうに思います。実はですね、これ浮気について調べた、まあ、凄まじい研究がありまして、2014年にニューヨーク大学はですね、4万2000人の男女を集めまして、それをですね、10年間追跡して、浮気がね、どういう環境で起きるのかってことを調べたっていう、結構とんでもない、あの、研究なんですね。なんか前世にね、あの浮気に恨みでもあるのかいな、みたいな感じの、そんな執念を感じるような研究なんですけれども、この研究から何が分かったかというと、なんとですね、浮気をしたことがある人の3分の2はですね、職場で起きてたんです。はい。まあなんかね、すごい話ですよね。浮気をしたことがある人の実際3分の2の人たちっていうのは、職場での浮気っていうのをですね、していたんですよ。まあ職場の同僚だったりだとか、上司だったりだとか、こういうやっぱり仕事場の浮気っていうのはそのほとんどを占めていて、それこそ夜のお店だとか、なんだかんだとか、港区女子とか、そういうところで、そういう事案が起きることっていうのは、むしろ少なかったわけなんですよね。結構すごいですよね。ところがさらにプラスアルファで、これを言うとね、皆さん多分こう反応すると思うんですよ。いや、同僚との浮気、絶対嫌だよ。職場での浮気、いや絶対良くないよ、そんなのってバレるし、めんどくさいし、バレたらリスク高いしって思いますよね。そう、実際そうなんです。実際は浮気したことがある人の3分の2は職場で浮気してるんですが、してるんだけれども、全体の 85% の人たち、ほぼ9割の人たちっていうのは、同僚との浮気だけはしたくないですねと。浮気、いや浮気は良くないことだと思うんで、私はしませんよ、特に職場や同僚とは絶対しないと思いますって 85% の人は言ってるんだけど、実際は3分の2の人たちっていうのが職場で浮気してるんですよね。人間やっぱね、言ってることでやってることが違う人がね、よくいますけれども、この研究とかを見ると、こと浮気とか男女関係に関しては、まあ9割方の人が同僚と浮気したくないって答えてるくせに、3分の2はね、同僚と浮気してるわけですから、まあやっぱね、人間が言うことって適当なんだなってことが分かるって、そんな研究でした。だからぜひ皆さんのね、旦那さんとかね、奥さんとかね、職場での浮気にはちょっと注意を払っておくと、あのリスクが少なくていいないかなということですね。リモートワークとかが増えてるんで、リモートワークだと浮気の、あの発生確率かなりそういう意味で言うと下がるので、まあ、旦那さんがリモートワークっていう風に、ね、なったら、結構奥さんはそれをアシストしてあげるようにした方がですね、まあ、多分普通に浮気とかは、まあ、かなり減ると思うんで、まあ、そういう対策にも使えるかもしれませんね、この研究は。はい。まあ、そんな感じで今日はね、浮気の真実について一応お話ししたんですけれども、まあね、浮気癖っていうのってよくありますよね。で、これ対処する方法、だって自分のパートナーの浮気癖を直す方法ってのはあるんですけれども、実はね、浮気されやすい人ってのもいるんですよ。どういうことかっていうと、とある女性がいました。で、この人はいろんな男性と付き合うんだけど、毎回浮気されるみたいな。逆もしかり、男性もなんかすごいいい人だし、お金も稼いでるのに、毎回その彼女が浮気するみたいな。彼女が変わってもね。で、これ実は浮気され癖って言ってですね、実は浮気されやすい人っているんですよ。一定の確率でいるんですけど、これは。で、この人たちってじゃあどういう性格なのってことを調べた研究とか、そういったものをですね、解説して、まあ、要するに浮気されたくない、あるいは、誰かの浮気癖を直したいみたいな、そういうですね、あの、テクニックを心理学的に考察した、放送とか、まあ、Dラボの方でやってますんで、ぜひ番組の概要の方から Dラボもチェックしてみてください。あの、Dラボは僕は、あの、知識のネットリックスを目指して作ったサービスで、本当ネットフリックスみたいにいろんなこうね、動画が、まあ、心理学のね、テクニックを解説した動画が、あの、無表題になってますんで、ぜひ番組の概要欄の方からでラボも、登録してみてください。